皆さん、こんにちは。手作り石鹸サモンデシエスタの月柴彩子です。12月27日、今日は年内最後の、インスタライブを配信させていただきたいと思います。今日お話をさせていただくのは、もう来年のちょっとお話をしようかなと思うんですが、来年、1月の5日から販売をさせていただきます、福袋について今日は中身を全部公開っていう感じでお話をさせていただきたいと思います。毎年ね、シエスタ福袋をご用意をさせていただいているんですが、来年も2種類福袋をご用意をさせていただいています。で、お店の方が先行して販売スタートするんですが、1月の5日金曜日の12時から、で、オンラインショップが1月の6日の12時から販売をさせていただきます。で、もうね、シエスタの福袋は本当に毎年、楽しみにしてくださる方が多くて、実はですね、今も、お店から配信をしているんですけど、私の向こう側では、今お店スタッフが一生懸命福袋の準備を、しているところです。で、もう本当福袋だけにしか入ってないアイテム、やっぱり福袋って1年の初めで、特別なものであってほしいなと思っているので、福袋だけのために毎年、商品の開発をしたりとかをしていまして、で、今年も、すごい素敵な商品が出来上がりましたので、そちらご紹介をさせていただきたいと思います。なんで、まず前半、福袋の、特別アイテムのことをお話しさせていただいて、で、後半、実際ちょっと中身を開けながら、中身が何が入っているか。そして、シエスタの福袋、実は当たりくじというくじもついてるんですね。で、そのくじの景品について、ご紹介をさせていただきたいと思います。で、2024年の福袋の、テーマは、実はリトリートというテーマを付けさせていただいています。で、リトリートってね、最近聞いたことある方とかも多いんじゃないかなと思うんですが、日常から離れて、こう、ちょっと心身を整え、リフレッシュをする、そんな時間を持ちましょうっていう、提案で、欧米とかね、だと結構よく聞く名前で、最近だとリトリート温泉とか、まあ、温泉だったり、ちょっと自然の中で、そういう時間作りましょうっていうのが、雑誌の中でね、特集組まれたりしているんですけれども、シエスタのね、今年は、もちろん外に出ていくことで、こう、リフレッシュするのができたら一番いいと思うんですけど、お家の中でね、いるとき、例えば本当、顔を洗ったりとかっていうのって、すごくオンとオフの切り替えになって、で、そんな時に自然のね、植物のいい香りがふわっとする。なんかそんな一時も日常の中で味わえるリトリートなんじゃないかなと思っていて、で、そういう時間だったり物事を提案していきたいなと思っています。で、福袋の石鹸もそんなわけでこちらですね、リトリートシリーズというものをお作りをさせていただきました。で、来年のテーマカラーはブルーなので、こんな感じで、すごく、青空のような、青空とか、あと海、晴れた日の海とか、なんかそんなイメージを感じさせる綺麗なブルーで、押し立てしました。で、中身は、何かというと、中に、保湿が優れた、白爪草の蜂蜜、北海道産のね、白爪草の蜂蜜を入れているのと、あと、香りが、メリッサという、レモンバームから取れる精油で香りをつけています。で、レモンバームっていうとね、皆さん結構聞いたことがある方も多いんじゃないかなと思うんですが、実はレモンバームの精油のメリッサっていうのが、ローズと匹敵するぐらいめっちゃ実は高価な精油なんです。で、なんでかっていうと、レモンバームってすごくたくさんあるハーブではあるんですが、精油が取れる量っていうのはすごく少ないんですね。なので、お値段もすごくちょっと貴重なものになっていて、私たちも作るのは今回ドキドキしながら作ったんですが、香りがね、もうとにかく良くって、レモン調のすごくフレッシュな香りがするんですよね。で、そこにレモンだけじゃないハーブそのもののこう奥深さとか、こう奥行きの深さとかがあったりとかして、もうすごく、いい香りがする、精油になっています。で、今回このシリーズは、そのレモンバームに加えて、オレンジ、ベルガモット、あとレモングラスなんかも加えた、すごく年の初めにね、使っていただくのにぴったりな、香りに仕上げました。
で、中に石鹸そのものにはヘーゼルナッツのオイルを入れているので、泡がすごいふくふくっとこう柔らかい感じの仕上がりになる、そんな石鹸を今年の福袋ではご用意させていただきました。で、これが、お買い求めいただけるという、お買い求めというか、手に取っていただけるのは、もう福袋だけにしか入っていないので、ぜひね、楽しみに使っていただけたらなと思っています。で、シエスタの福袋、1万円のものと、1万5千円のものと、2種類作っているんですけれども、どちらにもこちらの、石鹸、リトリートの石鹸は入っています。そして今、また私の周りに風船が飛びましたが、私前回も風船が飛んでちょっと動揺したんですが、調べたらなんかこうやってインスタのライブって見ってやると、それで風船がなんか飛ぶらしいです。ほら、飛んだ。実はそんな風になっているらしいです。で、こちらの福袋の限定の石鹸は、1万円の福袋、1万5千円の福袋、両方に入っている石鹸になっています。なので、福袋買っていただくと、もう必ず使っていただけるものになっています。ではではでは、そんなね、シエスタの福袋ですが、ちょっと中身をね、ご紹介をさせていただきたいと思います。で、中身、まず1個目が、お出かけリトリート福袋という福袋をご用意させていただいていまして、1万3000円分の商品が入って、1万円の、お値段になっています。で、中にね、ちょっとこれからご紹介していくんですが、これぐらいの1万3000円分の商品が入っています。で、さらに、この商品の他に、要するにここに入ってない、もうおまけですね。おまけで、巾着とこちらのノートがついてます。このおまけの話はまた最後にね、したいなと思っています。なので、実質、こう、1万3000円に、さらにノートと巾着がついて、1万円分ってなっているので、かなりお得な内容になっております。で、中に何が入っているかというと、まず、福袋の限定の石鹸。それから、福袋限定のバスソルトも今回お作りをさせていただいています。で、バスソルトが、いつもこういうね、1回分のサイズなんですが、今年、今回の福袋の方は、これ2回分入ったバスソルトになっています。で、香りがメリッサの香りになってるんですが、このバスソルトは、ちょっと今までのバスソルトと違った特別な配合になっていて、今までの限定のバスソルトは、死海の塩と、あと、オーストラリア産の天然塩をブレンドさせていただいているんですが、この福袋限定のバスソルトは、なんと、死海の塩 100% のかなり良いバスソルトになっております。なので、すごくミネラルとかもたっぷり入ってますし、体のね、巡りも良くしてくれるっていう、すごく特別なバスソルトになってます。なので、2回分なので、ちょっと、様子見て、こう、お風呂に入れていただけたらいいかな、っていうふうに思います。で、それから、入っているものが、スキンケアミニサイズセット。で、リトリートっていうテーマなので、ぜひね、皆さんも旅に行くときにシエスタも一緒に持って行っていただけたらなと思って、こちらの、シエスタのスキンケアのミニサイズがすべて入っています。で、泡立てネットも入っているので、もうこれを持って、お出かけしていただくと、旅行の時スキンケアも全く困らないっていう内容になっています。で、意外にね、この泡立てネットを旅先に持っていくっていうのがすごく、この前私も出張で博多に行ったんですけど、ちゃんとね、洗顔ができる。で、意外に忘れるんですよ、このアイテム。なので、皆さんご旅行に行く、セットの、なんかこう、ポーチがあったら、もうそこにこれポイって入れといていただければ、もう旅行先でも OK。みたいな感じで使っていただけます。で、それから、定番のバスソルト。これは何が入ってるかちょっとお楽しみですね。バスソルトと、それから、ボディオイルのマンダリンとラベンダーが入ってます。で、あと、リップクリームが入ってますね。だから、あと、入っているものとしては、リップクリームですね。それから、ボディオイルが、入っております。ちょっとボディオイルがすいません。見当たらない。で、それから、いつもね、毎回、福袋で楽しみにしてくださる方が多いんですが、タオルも、オリジナルのタオルも入れさせていただいて、フェイスタオルとヘアバンド、こちらも入っています。で、ヘアバンドも、
年のね、初めにやっぱり新しいものに切り替えていただくとすごく気持ちがいいのと、もう本当にこのシエスタのヘアバンドはめちゃめちゃ気持ちがいいので、こちらと、あとフェイスタオルですね、を入れさせていただいています。で、あとは、ちょっとね、体の整えアイテムっていうことで、薬膳おやつが一つ入ってますね。で、薬膳おやつも、何が入ってるかは楽しみに選んでいただけたらいいかなと思います。なので、お顔のスキンケアもできるし、ボディケアもできるし、あとは体のインナーケアもできる。そんなセットになっているのが、こちらのお出かけリトリート福袋になっております。で、その次がね、1万5000円分の福袋ですね。こっちはもうちょっとお楽しみいろいろな感じになります。で、こっちはよりお得になっていて、2万円分の商品が入って、1万5千円。で、さらに、おまけもつくので、実質は2万円分プラスおまけの、お値段、ものが入って1万5千円っていう風になっております。で、こちらの福袋1万5千円のおうちでリトリート福袋の方は、すごい福袋限定アイテムがすごいたくさん入っています。まず、福袋の先ほどお話ししたリトリートの石鹸、それからバスソルト、それと、福袋限定の、今度スキンクリームもお作りをさせていただいているんですね。で、このね、スキンクリームがね、またね、めっちゃいい香りに仕上がっていて、こんな感じの、スキンクリームを、一つ入れさせていただいてます。で、スキンクリームは、これメリッサのすごくいい香りになっているので、すごい。なんか、春の庭を、散歩してるような、すごく、いい香りですね。レモン系と、あとちょっとハーブの香りもするような、すごく、いい香りに仕上がっております。で、こちらが、一つ入ってます。なので、お顔も洗っていただいて、で、これお顔にもつけていただけるので、乾燥が気になるところにつけたりとか、指先のケアとか、そういう時に使っていただくのにおすすめなものになっています。で、それから、こちらですね、オリジナルの手ぬぐい。シエスタ、テント線模様製作所の岡里恵子さんにお願いをして、で、オリジナルの、手ぬぐいを毎年色を変えてお作りをしています。で、来年の手ぬぐいはこちらの青ですね。ブルーのカラーが印象的な、ものになっていて。で、これは、来年から発売スタートなんですが、福袋をお選びくださる方には、漏れなくこの手ぬぐいが入っております。で、それから、こちらですね。みんなが結構お楽しみな、過去の限定商品からの、2000円分以上何かが入っております。で、これもね、毎月毎月私たち限定商品を作っているんですけれども、福袋に入れさせていただきたくて、毎年こう、余ってるっていうわけではなくて、必ずこう、何個か残すようにしているんですね。で、それをこう、いろいろアソートで入れさせていただいているので、何が入ってるのかなっていうのを楽しみにしていただけたらなと思います。例えば、石鹸が入ったりとか、あと、そうですね、バスソルトですね、バスソルトが。入ったりとか、あと、シュプレが入る方もいらっしゃったりとか、あと、こうですね、ボディスプレーが入ったりとか、あと、精油も入ったりとか、いろいろね、こう、混ぜ混ぜで入っているので、何が入ってるのかなっていうのを、こう、開けるのを楽しみに使っていただけたら嬉しいなと思います。で、2000円分以上なので、それ以上入ってる人も、いるし、なんかそれはね、もう開けてお楽しみっていう感じで、選んでいただけたら嬉しいなと思います。で、それから、化粧水が一つ。それから、オイルセラムのモリンガが一つ。シュクレがお一つ。で、これはもう全部製品サイズが入ります。化粧水と、それから、シュクレ。それと、モリンガオイルですね。なので、もうこれだけでもかなりお値段が、するものなので、すごくお得な感じになっています。そして、1万5000円の福袋、タオルもつくんですが、こちらは、バスタオルがつきます。なので、1年の始まりにね、バスタオル交換したいなっていう方は、とか、毎年ね、これをきっかけに交換してくださる方がすごく多いんですが、今年もね、1万5000円の方には、福袋も、バスソルトもお付けをしているので、ぜひ楽しみに、見ていただけたら嬉しいなと思います。
で、福袋なんですけれども、オンラインショップの方は、もうご注文いただいた順に、どんどん私たちお出しをさせていただきます。だから何が入ってるか楽しみにしていただきたいんですけれども、お店の方は、今年はね、よいしょ。こんな感じで店頭にお出しさせていただこうかなと思います。なので、うっすらなんですけど、中に何が入ってるかとか、あと、バスタオルとかフェイスタオルの色とか、こっちが1万5千円なんですけどね。こんな感じで、あ、こっちは茶色いバスタオルが入ってるんだなとか、なんとなくこう、見ていただけるような感じに仕上げているので、ぜひ、ちょっとこう、店頭で楽しみに見ていただけたら嬉しいかなっていうふうに思っています。で、さらに、シエスタの福袋、さっきもお話をさせていただいたんですが、シエスタの、福袋だけの限定商品、それから中身もとってもお得、そしてさらに当たり口付きの、福袋になっています。で、当たり口は、じゃーん、こちら。なんですけれども、くじ引きがついていて、お買い求めいただくと、開けていただくとね、中に何か素敵なものが、紙なので、カードなので、見逃さないようにしていただきたいんですけど、入っている可能性がございます。で、オンラインショップの方は、1等の方には1万円分のお買い物クーポン、2等の方には5000円分のお買い物クーポンが入っています。ね、直営店でお買い求めいただいた方には、なんとなんともう今年は超すごいですよ。温泉の宿泊券がなんと入っております。で、それも、定山渓の中にある水長館っていう、女性のための、温泉なんですよ。で、もうほんと女性専用の温泉なので、すっごいリラックス、私よく行くんですけど、すっごいリラックスできるのと、お一人でね、いらっしゃる方がすごく多いので、一人でこう自由に、こう思い思いの時間を過ごすことができる、本当素敵な温泉になるんですけれども、なんと、そちらの宿泊券が入っております。で、お店の福袋の数は、かなり、まあ、そんなにすごくたくさん、まあ、たくさん用意してはいるんですけれども、かなりの確率で、この宿泊券が当たると思います。よくほら、百貨店とか、こう、なんだろう、ステラプレイスみたいな、ああいうところでくじ引きやってると、なかなか当たらないわ、ああいうのって思ってたんですけど、シエスタのはかなりな確率で、この1等、2等もそうですし、宿泊券も当たっちゃうので、ぜひ開けた時は当たってるかなって楽しみにしながら、見ていただけたら嬉しいなと思っております。はい。というわけで、今日は、シエスタの福袋の、中身ご紹介をさせていただきました。で、もう一回ね、販売日、ご紹介をさせていただきます。お店の方が1月の5日、金曜日の、12時から販売を開始させていただきます。で、オンラインショップの方は、翌日ですね、1月の6日、土曜日の11時から、オンラインショップの方を販売をさせていただきますので、ぜひね、お店、オンラインショップ両方でお楽しみいただけたら嬉しいなと思います。はい。というわけで、サボンデシエスタ、2023年の営業も、実は今日が、最終日になります。本当に今年もね、たくさんの方に、お店、オンラインショップご利用いただいたりとか、あと今年はね、久しぶりに、博多阪急さん出張シエスタで、札幌を離れたイベントに参加させていただいたりとか、もう本当に、振り返ると、良い一年だったな、っていうふうに思っています。なんか、それもね、こうやって、こう、いつもライブを聞いてくださる方だったりとか、あと、お店にいらしてくださる方、で、オンラインショップをご利用くださる方、もうそういう皆さんに支えられて、シエスタ今年も無事に過ごせたなと思っております。本当に1年間ありがとうございます。で、来年はね、シエスタのテーマはリトリートということで、日常の中にこう、リフレッシュ、リラックス、ね、そんな特別なひとときをお届けできるような、アイテムだったりとか、それから物、それからイベント、そんなものを、企画をしていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆様楽しみにいただけたらと思います。あ、プーさん、メッセージありがとうございます。今年もありがとうございました。ね、こちらこそ本当にありがとうございました。で、年末ですね、いよいよね。なんか今年は札幌雪が少ないねっていうふうに昨日も
お客様とかお取引の方と、お話をしていて、なんか全然降らないんですよね、とかって言ったら、昨日の夜中にめっちゃどっさりと降りましたね。なんか今日もスタッフはみんな朝から、いや、もう雪かきでした、っていう感じで、会社の方に来ているんですけれども、皆さんもね、年末年始、札幌で過ごされたり、ご実家、お家で過ごされたりする方もいらっしゃったり、ちょっとご親戚のところに旅行に行ったりっていう方もいらっしゃると思うんですが、皆さん良いお時間過ごしてください。金木星さん、メッセージありがとうございます。素敵な企画展ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。良いお年をお過ごしくださいね。はい。それでは、今年最後のインスタライブ、ここまでにしたいなと思います。皆様にとって、2023年の残りの日々が良いお時間になりますように、そして2024年がまた楽しい1年になりますように、ね、どうぞ良い、お年をお過ごしください。聞いてくださってありがとうございます。